最終回の今回は前回からの続きとなります。 JR 日高本線は苫小牧駅から様似駅間を結ぶ全長 146.5km の路線でした。これまでも台風により防護壁が破損したり、土砂流入などたびたび災害に見舞われることがありました。しかし2015年平成27年1月の高波、9月の台風、翌年8月に3発の台風が直撃したことがとどめとなり、復旧費が合計で約86億円に増大。これらの問題点が浮き彫りになってしまい、向川駅から様似駅間はバス路線への切り替えが現実的だという判断が下りました。現在は従来の146キロの2割程度に過ぎませんが、苫小牧駅から向川駅までの 30.5 キロで日高本線は運行しています。そしてここは向川駅より40キロ南西に位置する廃止区間の旧大狩部駅周辺です。この辺りに盛られていた土砂がですね、一応こう土のうがあるんですけど、高潮で、この下の、盛り土が崩れて、線路がこのような感じで、崩落しているという感じです。大狩部駅からはもう本当に200メートルぐらいですかね。すぐそばです。もうこの辺りは線路がもうぐにゃぐにゃして、当初はこの辺りもえぐられちゃったんだと思いますけども、もうぱっと見何が何だかよくわからないぐらいの圧力を受けたんじゃないのかなと思います。このコンクリート、そもそもここにあった石自体がもうなくなってますんで、こういう大きい課題のようなものは残ってるんですけど、下水清圧が大狩部間 70K930M 株式会社出口組、昭和52年2月4日着工で竣工が3月15日と書いてあります。この辺りからまた盛り土は復活してますけども、高潮が来ちゃうとここでも高さはそんなになさそうですよね。5メートルはないと思いますんで、6、7メートルの波が来るとやっぱりさらわれちゃいますよね。でこのまま、線路は、海沿いをずっと続いてまして、この後もこの先でまた崩落箇所が何箇所かありそうなので、ちょっとそこへ向かって、行きたいと思います。
清畑駅から、少々裏側寄りに裏側静内方寄りに来たところなんですけれども、ここもですね、当初おそらくレールがこの位置にあったかと思うんですが、これが大きく右に寄ってしまっており、この今ご覧いただいている線路が今このずれている部分っていうのは盛り土からちょっとこう落っこっちゃってるような感じです。これもちょっと落っこし、もう下にそもそも枕木の下に石がないので、この辺りで多分正常の場所に戻ってきたのかなと言った場所です。この先は、清畑駅までちゃんと線路が敷いてあると思います。ちょっともう草が生えてしまってますんで分かりづらいんですけれども、明らかに、ずれてくるのが分かるかなと思います。こっちの土の袋ももうフレコンのこの袋が完全に破れちゃってまして、奥が新しいフレコンの土のになりますね。まあ、ここも堤防の高さが多分5メートルぐらいはあるので、まあこれを乗り越えた波がやってきたんじゃないのかなと思います。この辺も特にこんなのもうレールが完全に落っこっちゃってますんで、まあ、通常であればこの正面のこの形に、レールがこう伸びていったんじゃないのかなというふうに思われます。まあ、その証としてここにこう駅の標識がありますんで、まあ、おそらくこの辺りに線路があったんではないでしょうか。ここももう思いっきり下に落っこっちゃってますね。であちらの跨線橋の方に向かって伸びていたようです。芸能前橋の橋梁です。まあおそらく、この部分が、全部落っこってしまって、あそこに、撤去した橋桁が並んでます。まあここはほとんど海面と高さが平行なので、まあ先ほどクラスの高潮が来てしまうと、まあこれまでも被害はあったかと思うんですが、まあ、おそらく満潮になると多分ここももしかすると水が来るのかなと思うんですけど、まあ、こんな感じで今足跡がついてます。ここに川がありますね。ちょっとした弾みでこう土砂も行っちゃいますね。芸能前川橋梁、昭和56年8月着手の56年11月に竣工されてますね。ちょうど40年前になるんですかね。ギリギリ名板を読めます。かなりちっちゃく書いてあります。こう見るとあるはずの橋がこの先で橋脚部分を残してなくなっています。当初かかっていたと思われる橋脚がこちらです。すべて、まあ、クレーンか何かで吊って、ここで、保管というか廃棄というか、まあ、一時保管しているのでしょう。同業者と思われる鉄道ファンの車です。ここにも
書いてありますね。八幡製鉄所、日本鋼管株式会社、小倉で作られたんですかね。昭和5年って書いてありますね。横川橋梁製作所、東京工場製作。季節が変わってしまうほど動画作成完了までに時間がかかってしまいましたが、ここまでの全11編をご覧いただきましてありがとうございました。動画だけでも3時間を超える大作になってしまいましたが、これでも北海道のほんの一部の姿です。季節や時期によっても見られる姿が異なり、常に新しい発見があり勉強になる北海道。今回は道内の中心部を回りましたが、次回は違う地域を紹介します。少しでも気になった方はチャンネル登録をお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。